今日開幕を迎えましたボートレースマナコのビーナスシリーズ第10戦マンスリーボートレース杯、熱戦激戦が展開されました。初日の戦い水面上はメインカード浜名湖おなじみのファン選抜ドリーム戦第12レースの開始を迎えています。対戦メンバー1号艇は長島真希、2号艇浜田有沙、3号艇は三浦恵里、4号艇岩崎芳美、5号艇小山千尋、6号艇土屋みなみの6選手です。コース争い目立った動きありません。まず1コースに1号艇地元の長島、今日のブレイクタイムの4カード戦トップスタートまくり快勝でした。ここは渡辺由美に続いて初日連勝を伺う陰線人気の中心、隣の2コース2号艇浜田、1走目大きい着を踏んでいるだけにここはポイント巻き返しの1走としたい。センター3コースに3号艇地元の三浦、上昇期40号機との今回アタックです。初戦はアウトから展開を捉えての2着、4コース4号艇岩崎はこのカードキャブレターにリング4本を変えての登場、5コース5号艇小山、7レーサー1マークややもたつき後方に置かれましたが道中を追い込んでの3着でした。サイアウト6コース6号艇土屋はピストン2個の交換。12レースは初日のメインバトルファン選抜ドリーム戦、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コース3号艇三浦恵里がトップスタート、そのまま1周の1マーク、3コースから出ていった3号艇三浦恵里まくる、1号艇長島抵抗できず、4号艇岩崎握って空いた内から2号艇浜田、5号艇小山、6号艇土屋、南でバックスレッジ、トップスタートからのまくり決まった。3号艇三浦恵里がトップ独走、スターター正常、1周の2マーク焦点の2番手争い、2号艇浜田小回り、5号艇大山千尋握って出る、4号艇岩崎吉見内を切り込んで直線、2番手争い内2号艇浜田、外から5号艇小山直線伸ばしていく、5号艇小山船合わせていく、2号艇浜田、この両者の2番手争い、後方4号艇1号艇6号艇人気の長島は5番手、2周の1マーク2番手争い、外外攻めていく5号艇小山に対して V リアを運んでいく2号艇浜田有沙、浜田粘る5号艇小山、この両者白熱の2番手争い続く、確定がスリットラー、これから2周の2マークです。2周2マーク2番手争い、2号艇浜田突っ張る、5号艇大山当然外、しかしながらここで2号艇浜田が2番手一定心前に出るか、外から5号艇大山千尋は食らいついての3番手、上位3番2番5番メインカードは波乱の決着となりそう。確定が時計前通過してこれから最終周回の1マークです。3周1マークの2番手争い、2号艇浜田突っ張っていく、3号艇大山千尋握っていきますがしのぐ浜田有沙、2番手2停車リード、上位3番2番5番3連単3双子は 147.8 倍、3号双 142.5 倍、まくって初日のメインカードファン選抜ドリーム戦を制す3号艇三浦入り、最後の直線内に変わりに行く5号艇小山、2号艇浜田握ってなんとか2番手しのか、3番2番5番1着で3番の三浦入りがゴールイン、2着2番浜田、3着で5番の大山ゴールイン、後方1番長島4番岩崎、ラストで6番の土屋がゴールインです。